じゃあじゃあこんな話はどうですか。シナリオが一番いいってネットに書いてある。ネットまで読むなよ。ゲストに呼んだ話に見たりと悲しまないように笑う。そんなにの日のためのかさあバカだけをディスタイン転がってるストーリーを。それでごまかされるか。ごめんなさい。離れてって言ってるでしょ。うるせえよ。ハンダ臭いロボ。そう、いい匂いだと思うけど。お姉様、おやめになって。白井さん、管理局の妨害により帰宅が遅れてしまった。計画では15時に帰宅し、お兄ちゃん、この人は上の高梨さんの妹だ。一緒に暮らすんだって。そうなんだ。なら最初からやるな。あげれば大抵美味しくなるくね。雑すぎるだろ。リーネ、何そんなに怒ってばかりの人生で楽しいか。やれ。はい。うわ、適当なネーミング。誰のせいだと思ってるのかしら、このおバカ天使は。と、刃物はダメでしょ。刃物は。さあ続きをやるわよ。はい。また私が行くんですか。そうだよね、大変だよね。